渋野日向子、大逆転で五輪出場の可能性も浮上。米女子プロゴルフツアーメジャー第3戦全米女子プロ選手権第1日、米ワシントン州サハリー CC。渋野日向子、25、サントリーは、2019年の AIG 全英女子オープン以来となる日本勢2人目のメジャー2勝目を目指し、後半の猛チャージで4バーディー、2ボギーの70で回り、首位と2打差の4位でスタートしました。パリ五輪の代表争いでは現状国内11番手、世界ランク62位ですが、優勝すればランキングが17位前後に上昇し、他の選手の成績次第では大逆転の可能性もあります。今季限りで引退を表明しているレキシー・トンプソン、米国は68で単独首位に立ちました。メジャーの大舞台で渋野日向子は力強いスタートを切り、狭いフェアウェイと難しい林間コースでショットとパットが噛み合いました。初日のスコアは自己最小の70で、初の一桁順位発進となる2打差の4位に位置しました。渋野日向子は、スタートはすごく大事。そこがまずクリアできてよかった、と微笑みました。分岐点は10番ホールでした。ティーショットを右の林に打ち込み、第2打は木に当たり、第3打もグリーン右のバンカーへ。しかし、この危機的状況で渋野日向子はピンまで2メートルに寄せる高ショットを放ち、1パットでボギーにとどめました。ナイスボギー。でかかったと渋野日向子は振り返りました。その後、14番ホールで4メートル、15番ホールで約12メートルのパットを沈めて連続バーディーを奪い、最終18番パー5でもディボット後からの第3打をピン横1メートルにピタリと止めてバーディーで締めくくりました。めちゃくちゃ気持ちよかったと渋野日向子は笑顔を見せました。渋野日向子の後半も渋子劇場は続きました。1番ホールでは2メートルのバーディーパットを決めましたが、2番パー4でトラブルに見舞われ、第3打はグリーン前の池に向かいました。池ポチャこそ逃れましたが、水に浸かった場所でギリギリ止まりました。第4打ではズボンをまくり上げながらスイングし、球をピンそばに寄せ、第5打を沈めてナイスパーを奪いました。打てる状態で、頑張って打とうと。パーセーブできてよかった。バンカーショットチックに打ったと渋野日向子は語りました。3週前の全米女子オープンでは、渋野日向子は優勝した笹生優花に次ぐ2位と活躍しました。直前まで2戦連続予選落ちと低迷していましたが、ドライバーとアイアンのシャフトを柔らかいタイプに変更したことが功を奏し、全米オープン前に178位だった世界ランクは一気に61位まで上昇しました。今回のメジャー第3戦で優勝すれば、ランキングは計算上17位前後まで急浮上する見込みです。古江彩佳、24、らの結果次第ではありますが、渋野日向子のパリ五輪出場の可能性は決して夢物語ではありません。フェアウェイを外したのは2度だけで、渋野日向子は不振を抜け出しつつあります。史上初の日本勢による連勝の偉業にも期待が高まりますが、上位には世界ランク1位のネリー・コルダ、米国、ら強敵がひしめいています。渋野日向子は、なかなか今日のようなゴルフができるとは限らない。4日間通して頑張りたいと冷静に足元を見つめ直しました。彼女が高い壁を乗り越えてメジャー制覇と五輪出場を果たすことに期待が集まります。女子ゴルフ過去の五輪代表争い最終戦。2016年リオデジャネイロ五輪世界ランク22位の野村春京がほぼ確実な状況で、42位の大山志保、45位の宮里美香、46位の渡辺彩香が残り1枠を争いました。渡辺は38位、予選落ちだった大山が世界ランク43位で2枠目を守りました。2021年東京五輪世界ランク10位の畑岡奈紗がほぼ確実な状況で、24位の稲見萌寧、28位の古江彩佳、31位の渋野日向子が残り1枠を争いました。全米女子プロで渋野日向子は40位、アースモンダミンカップで稲見は予選落ち。古江は11位で悔し涙、稲見が世界ランク27位で2枠目に入り、五輪で日本人初の銀メダルを獲得しました。パリ五輪代表争い初日の結果、パリ五輪代表を僅差で争う3選手は初日で明暗が分かれました。難コースで各選手のスコアが伸び悩む中、世界ランク20位の古江と22位の山下は71にまとめて3打差の15位と上々のスタートを切りました。
古江は、うまく耐えられたと安堵の表情、山下も、なんとかアンダーパーで回れたと笑みを覗かせました。一方、21位の畑岡は6番から4連続ボギーを叩き、77と乱れ思うような体の動きができなかったと険しい顔つきを見せました。渋野日向子の優勝と五輪出場への期待。渋野日向子の今回のパフォーマンスは彼女が大舞台で力を発揮する能力を再確認させるものでした。現時点でのランキングや他の選手の成績による条件は厳しいものの彼女の強力なショットと冷静なプレーがあれば、優勝の可能性は十分にあります。そして、その優勝が現実となれば、パリ五輪出場への道も開けるでしょう。ファンは彼女のメジャー制覇を期待しつつ、さらに五輪出場という夢の実現を待ち望んでいます。渋子劇場とも称される彼女のプレーは、多くの人々に感動と希望を与え、次なる挑戦への期待感を高めています。渋野日向子は全米女子プロ選手権でその実力を再び証明し、パリ五輪出場への道も見えてきました。彼女の安定感抜群のショットと冷静なプレーが、優勝への大きな可能性を秘めています。渋野日向子の今後の挑戦に注目し、彼女がメジャーでの2度目の優勝を手にする日を待ち望みましょう。渋野日向子、KPMG 全米女子プロゴルフ選手権初日で輝かしいスタート。KPMG 全米全女子プロゴルフ選手権初日20日、サハリー CC。6.731 ヤードパー72。3週前のメジャー全米女子オープンで2位という素晴らしい成績を収めた渋野日向子が、KPMG 全米女子プロゴルフ選手権の初日でもその輝きを放ちました。彼女は4バーディー2ボギーの70で回り、2アンダーは首位と2打差の4位タイという好位置につけています。残り3日も戦いたいから、スタートはすごく大事。そこがクリアできてよかったと彼女は語りました。この日の初バーディーは503ヤードの6番パー5で達成されました。エッジまで220ヤードの位置から2オンに成功し、2パットで決めました。ドライバーも飛んで左サイドに行けば狙えるなという感じだった。めちゃくちゃいいボールが打てたというイメージ通りの攻略でした。その後、イーブンパーに戻して迎えた10番パー4では、ティショットが右の林に入り、レイアップの2打目は木に当たって右ラフに落ちました。しかし、渋野は冷静に対処し、3打目をバンカーから2メートルにつけてナイスボギーで切り抜けました。でかかった。ダボにしてもおかしくなかった。彼女は振り返ります。ティショットの大きなミスはその10番だけでした。高い木が両サイドに立ち並ぶコースで、全ホールでドライバーを振り、フェアウェイを外したのはわずか2回でした。他のコースに比べると、気を引き締めてから行く感覚はある。1個のミスでどれだけスコアを落とすかというところで、最後まで集中できたと語り、状況に応じて臨機応変に対応する姿勢を見せました。最終18番パー5では、94ヤードから1メートルにつけてバーディー締め、ディボット後からの一打でスピンを効かせてピタリと止め、リーダーボードの上位に名前を載せました。渋野日向子、日本勢トップの4位後発進、学祭。メジャー第3戦、KPMG 全米女子プロ選手権に出場している渋野日向子は、初日を4バーディー、2ボギーの70で回り、2アンダー。首位と2打差の4位と後発進しました。日本勢トップとして岩井目ホンダや始末製作所と並んでいます。10番まで終えて1バーディー2ボギーだった。渋野は14番と15番で連続バーディーを奪い、最終18番パー5では見事な一打を披露。第3打スピンをかけたショットでピンそばにピタリと寄せ、ギャラリーからの拍手喝采にペコリと頭を下げ、バーディーで締めくくりました。渋野は今月初めのメジャー2戦目、全米女子オープンで単独2位フィニッシュし、復調の気配を見せています。メメ専門メディアゴルフダイジェストでも、全米女子プロ選手権のトップ25選手ランキングに取り上げられ、全米女子オープンでの渋野の突然の好パフォーマンスは、
彼女の今季に再び息を吹き込んだと、優勝候補の一人として評価されています。4アンダーで首位に立ったのはレキシー・トンプソン。渋野と並び、2アンダーの4位には岩井と西洋がつけました。パリ五輪出場権を争う山下美夢愛、古江愛香は1アンダーの15位、勝みなみがイーブンパーの22位、全米女子オープンを制した笹生優花は2オーバーの54位、畑岡奈紗は5オーバーの106位と出遅れました。渋野日向子は再びメジャー大会での優勝を目指し、次の日も集中力を切らさずに18ホールを笑顔で駆け抜けることでしょう。